皆様こんにちは、ペットリフォームのセラフ榎本です。今回は犬と旅行について紹介します。夏休みも近くなり、旅行を計画する方も増えてきたのではないでしょうか。犬を飼っている方は愛犬と一緒に旅行する方も多いと思います。そのような方に愛犬と旅行する際の注意点を紹介していきます。まず1つ目は、食べ慣れたご飯を持っていくことです。場所が変わると緊張してご飯を食べられなくなるワンちゃんもいるので、食べ慣れたご飯を持参しておくと安心です。2つ目はトイレシートを持っていくことです。先ほども説明した通り、慣れない場所だと緊張して粗相してしまうこともあるので、常にトイレシートを持参しておくと安心です。3つ目は熱中症対策をすることです。これからどんどん真夏に近づき、熱中症になりやすいので、水分補給と体、車内を冷やしてあげるようにしましょう。犬にとっていろんな景色を見たり体験していくことはとても嬉しいことだと思います。この夏たくさん思い出を作ってみてください。ペットリフォームのご相談、お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。